宇野原で捕まえた究極のサマザラシと共にレベルアップの大チャンスであるホリデー2023に乗り込む大福。新ポケモンも大量に登場し、とんでもないリサーチの連発に超いいポケモンがたくさん来るので絶対に最後までご覧ください。それでは本編の方どうぞ。皆さんおはようございます、私大福と申します、よろしく申し上げます。ということで今週ホリデー2023の方に行きたいと思います。若草で開催中というところで、なんかサンゼータが出るらしい。いい BGM なんだろうな。めちゃくちゃ楽しみだわ。ポケモンスリープって BGM めっちゃいいですよね。さあどんな、てかあれだな、好みの木の実抽選から始まってくるな。なんだ、氷、電気、飛行。あ、飛行どうしようかな。電気悪くないけどね、どうしようかな、悩ましいな。何この BGM 陽気、神じゃん、神じゃん、神じゃん。さあ皆さん、もうちょっといい木の実がある気がするんで、フィールド移動していきたいと思います。よろしくお願いします。もうちょっといいのあるよな。で、神だな、 BGM というか。さあ、2回目の判定ですね。まあなんか料理はまあ何でもいいとして、格闘ドラゴンしんどすぎるだろ。それは苦行だろ。なんか草とか引きたいですよね。3回目かな、抽選でいくと。まあ、草でもいいんだけど、なんか引きたい。ノーマルとか引いたらマジでもう一発つもなんだけど、どうかな。そろそろ来ませんか、ドラゴン。あ、なくはないけどな。じゃあみんな、氷ドラゴンゴーストっていう超ハイパー最強のやつやっていい。もうめちゃくちゃ挑戦だけど、ドラゴン育てたい子いるからもうやろうかなっていうふうに思って、これでいきたいと思います。よろしくお願いします。デザートですね、あと。では、ホリデーイベントということで、夢のかけらダブルリサーチっていうふうな感じですね。夢のかけらが倍になるっていうふうな感じで、あと雨ブーストができるというところで、ちょっとパーティー組んで雨ブーストしていきたいと思います。よろしくお願いします。では、今週のイカれたパーティーを紹介するぜ。まずこの神ですね。これが先週の最終日に来た木の実エースおてぼこ隊という風なとんでもねえ個体ですね。この子はアメブーストでとんでもないレベルにしていきたいと思います。で、続きまして、東大ブリンですね。この子も結構やばくて、木の実エースとスキル確率アップがある無性個体ですね。この子もとんでもねえ、マジでこのトドゼルガ艦隊で最後1匹トドゼルガが補欠合格ですね。補欠合格と言いつつ、おてぼがあってオテスピエムでオテスピオのアンチェラが出てめちゃくちゃ強い個体なんですけども、まあこの辺で蹂躙していきたいと。で、あとレベルの上げたい子でこのキララちゃんですね。で、キララちゃん何かというと、木のメースを持ったドラゴンタイプで、オテスピを正確に下がってるけども、多分このオテスピエースを M にしようっていうふうに僕は思ってます。めちゃくちゃ強いですね。で、最後、久しぶりの登場じゃないか、化け物。こいつはゲンガーで、まあ、キノコの古代世代の食材が。で、食 M があって、所持数も上がってて、うっかりやというふうな、とんでもない食材タイプでございます。こいつらで、蹂躙していきたいと思います。じゃあ、まず、アベブーストを使ってみますか。さあ、3ポイントで万能アメを交換しまして、まあ、まだまだ腐るほどあるので、ちょっともう、メインスキルのたりサブスキルのために交換しちゃうという感じでいきたいと思います。で、まず、わかりやすいアメブースト。夢のかけらは結構もう、120万個ぐらいあるんで、なんか、どれぐらい、このアメを全部ぶっぱすると、強い。ちょ、レベル38チルタリスにすよ。もうこれはもう多分チルタリスの飴はもうこれでこの子でぶっぱでいいので、ちょっとまずはこの飴ブーストを使いたいと思います。6倍だやばいな。ではキララちゃんをレベル38にするというむちゃくちゃ強くなるんじゃない、これこれやばいんじゃないか。うおー楽しい、めちゃくちゃ楽しいポケモンスリープで、まずはキララちゃんレベル38になってレベル20のサムスケも解放されまして、まあこういう感じですね。お手スピは早くないんですけども、まあかなり強い個体になってくれたかなと思います。木の実の数エースチルタリスですね。じゃあちょっとあるだけをちょっとこの神ちゃんに使ってみたいなっていう風に思っていて、でそれでちょっとずつ見えてくるかなというところで、アメブーストを使ってレベル27、レベル27までいくまあになるというところで、アメブーストを使ってこの神の子、これトドゼルがなるんじゃない、神の子でメッシやこれトドゼルがなるかな、ちょっとアメ足んない気がすんな。2匹ともトドゼルがにするにはアメ足りなそうだな。で、万能アメ、万能アメ使います。で、まず S、まあ、ぶっぱするか、まあ、今週は結構玉ざらしで僕はいいかなっていうふうに思ってるんで、神を神にすることが大事かなと思うので、アメブースト使ってレベル33にしますと。で、100個余るのか、これトドゼルかに1匹はなるな。 OK、 レベル33いきなり、うお、玉ざらしなのに1000超えたこいつはやばいな。やっぱおてぼと木の実エスあるからな。で、万能アメをちょっともう2個使っちゃって、で進化したいと思います。一気に強くなるぞこれ神まずはトドグラな。まずは、おや、神の様子が神を超えるというのか、貴様さあ何になるんでしょうか。むちゃくちゃ何なんだろうな、神を超えたらスーパーサイヤ人、ゴッドスーパーサイヤ人、ゴッドスーパーサイヤ人みたいな。さあまずはトドグラと、どれぐらい上がるんだろうな、
神は届くらいに進化したタイガーだろ。アザラシじゃねえかよ。で、400上がって、で、まだだからな、神の進化は。まだだ、こっからが真の姿だ、トドゼルが。お手ぼきの見えすトドゼルガの誕生だ、親神の様子が。お前まだそれ以上超えようっていうのか、マジで最高だ、今週。楽しい。最高だ、ありがとう。来たー、2期目のトドゼルガ。嬉しい、なんか。むちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。先週の成果ですね。うお、強っ。で、思いっきりこの子レベル上げたいんだけど、まあ、一旦我慢かな。化け物に全部っぱも悩むんだけど、ちょっとジュペッタ株式会社にアメブーストでもうレベル30にしとこうかなって思って、将来のために。こいつね、木の見えさあるんだよな。だから将来性を考えてここでレベル30しとくことは割といいかな。ゴーストフィールド来た時のためにこいつちょっと上げとくわ。アメブストな、俺なんか結構夢の中でめっちゃあるから結構贅沢にできるんだよな。で、あとちょっとミロかな。こいつレベル30にするとカカオの供給量がすごいし、でアブソルはアメがなかなか手に入らないので、ここまでは上げておきたいと思います。アメブーストいいですね。マジでアメブーストありがとうだな。ちょっと課金だからだけどごめんな、みんな。むちゃくちゃいろいろあげるわ、今ここで一気に。で、あとじゃあ化け物にちょっと突っ走っとくか。化け物も今週活躍してもらわないといけないんで、もうブースト贅沢にブルジョアブーストブルジョアブーストで化け物36にしちゃいたいと思います。まあ強いからなこいつは。オッケー、じゃあ、化け物がレベル36になって、うわ、強っ。今週のパーティーだいぶ強いぞ。じゃあ、まあ一旦こんな感じかな。ちょっと東大分離が東大分離になったらもうかなり強くなるんだけど、かなり圧倒していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、料理ももろもろあげました。では、すごいな、これ。ホリデー2023楽しんでいきましょう。では、配信の方をご覧ください。どうぞ。月曜の夜の配信で3万円ほど課金し、マスターの11に到達しましたが、ただお金を使っただけなので割愛。次の日、神のリサーチ結果になるので、お楽しみに。さあ、皆さん、こんにちは。私、大福と申します。よろしくお願いします。ということで、睡眠リサーチ行きたいと思います。初の睡眠リサーチです。ちょっと昼ご飯だけあげるわ。オイル33個入れて甘いキスのフルーツオレ油ぎっしょ。どちらかというと二郎系に近い、これは。ニンニク入れますか。オイルマシマシ、悪魔のキス二郎系ラーメンマシマシ。うまいか、カビゴン。じゃあ睡眠リサーチか。いいポケモン来いよ。ではイベントでの初めての睡眠リサーチ、150日目、記念すべき1日、ありがとうございます。さあ、ということはめっちゃいいポケモンが来るんじゃないでしょうか。ぐん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 と伸びて、あ、ちょっと結構だね。よし、どうだろうな。ぐっすりだな、うとうとかな、やっぱり。そうだね、弊社はうとうとだね、これだと。まあでもだいぶなんか、先週のなんか、ぐっすり狙いみたいなのが補正されてきたんじゃないかなっていうふうに思います。で、眠気パワーの方は、昨日結構持ったけど、最終エナジーがちゃんと反映されてそうかな。ちょっと足りないかな。ちょっと足りないかもしんないけど、まあいいでしょう。星4の猫見れるじゃな。さあ、なんかイベントポケモン来てくんないかな。うお、最高ポケ3イベント最高。うとうとで出るってことはあれっすね。なんだ、ちょっと日本語が出てこない。え、なに、うわーでけえ。イベント最高、イベント最高かよお前。イベントはね、どの睡眠タイプポケモン来るんで見れますね。さあ、ではなんだっけこいつ、雪の王だ。でっか、想像よりでかい。吐息ね。で、ハロウィンキャップじゃねえわ。なんだっけ、赤いキャップピカチュウ。1匹は取ってきたいな。コレクションとして。ホリデーピカチュウですね。では、右。やばい、BGM も良すぎて。手が震えますね。え？いや、来すぎやろ。あー一発や。一発やで、クド。こいつ取りたいな。ちょ、取りたいやつ多すぎる。どうしよう。どうしようかな。最高すぎた、今日のイベントは。ちょ、デリバーのボーナスタブル使うわ。雪の王は、雪かぶりで厳選できるか。よーし一発ゲット。では、デリバード、日の嵐、で、あと満腹なんですけど、あと玉ざらしですね。楽しみですね、厳選。じゃあ今日の厳選ワクワクですけど、まず日の嵐ちゃんから見ます。1枠目は木のメンスなし。あ、でも食材めっちゃいいね。いや、来てほしいな、そろそろ木のメンス答え。まあ、まだ10匹目だけど、なんか来い。あー、所持B 答えですね。まあ、ちょっと送っちゃいますか。いや、2匹来てくれたからな。だいぶ厳選進められたら嬉しいんですけど、まず木のメンス1匹来てくんないから。で、2匹目、見てみたいと思います。なあ、1枠目木のメンスではない。食材はめちゃくちゃいい。あ、でもお手スピ早いな。こいつなんかお手スピ上がってんな、せっかくで多分。え？いやーイベント最高
イベント最高だ。オテスピ上がってるってか、さっきの子がダウンだったのかな。ちょっとクソ強なんだけど。で、これまずテレアで B でしょ。テレアで B。で、テレアと、まあ、レベル50までのやつで B なんだけど、例えばみんなには内緒なんだけど、この新厳選サイト、これ日の嵐なんだけど爆風選びます。これまだね、アップデ前とかいろいろ調整中だから、まだリリースはしてないし、多分リリース版とは違う結果になるんだけど、まあ、木の実 スキル確率アップ S か。スキル確率アップ S で、あと木の実 S、で、スキルレベルは爆に進化した中で3になるから、こうやって新しい厳選サイトでチェックをすると、おそらくまあ S 個体ですよね。ありがとうございます。まあっていう風に、今新サイトの方準備してるんで、お楽しみにという感じですね。さあ、では最強の日の嵐ちゃんをお出迎えしたところで、玉だらし見てみるか。こいつどうだろうな。今フレンドレベル40なんだけどさ、40ってさ、金枠2個確定だよね。あ、だよね、だよね、だよね。めっちゃ厳選しやすくなったな。まあ、もういいんだけど、玉出しちゃうわ。まあ、答えですけども、まあ、私、飴が欲しいみたいなところがあって、取ったんで、送っちゃいます。では、新ポケモン、期待のデリバードちゃんですよね。この子、深夜飲みなんですよね。で、食材がね、卵、リンゴで、最後、カカオなんですけど、全然何でもいいな、こいつの食材。こいつの食材、マジ何でもよくない？さあ、どんな個体値でしょう。いや、これちょっと今回の厳選サイトでは B みたいに出ちゃうんですけど、これレベル50まで見たとき、お手場は厳選終了で、厳選終了でない、デリバード。ありがとうございます。神個体デリバード来ました。どういうこと今日。やば。では今日は両個体日の嵐と、あと、両個体デリバード来てびっくりしてるんですけども、日の嵐厳選終わったよな。はい、ありがとうございます。イベントありがとうございます。今週めちゃくちゃ楽しんでいきたいと思うので、ぜひ皆さん、最後までご覧ください。よろしくお願いします。おやすみなさい。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、皆さん、こんばんは。私、大輝と申します。よろしくお願いします。デリバード、見てみんな。このキラキラしてない。あ、こいつ睡眠XP 持ってる。デリ一発ゲット、デリ一発ゲット、デリやってます。僕、名前どうしよう、名前どうする。デリ鶏肉とかどう。こいつオス、メスか。メスはちょっとかわいそうだな。ささみ、ささみいいの。女の子っぽくね。これよくね。ささみいいね。じゃあささみで。なんでささみでデザートのやつ持ってくんの。あ、でも鳥だから卵持ってくるか。どこのお店やられてるんですか。これゲンジナですね。店は内緒。俺もツイッターのほら3万人ぐらいいるから、4万人弱いるからさ、いや、店言ったらみんな来ちゃうから。一緒に寝たら経験値をもらえるんだよ、ささみは。めちゃくちゃいいね。一緒に寝よう、ささみと。この日の話さ、アメブーストしたい。の名前決めよう、その前に。ゴーエンジと対をなす存在。ゴーエンジも、まあ、似たような個体というところです。染め岡はやめろ。染め岡はやめて、染めにしないで。あー、劣化好きかもしんない、俺。劣化の炎だろ。劣化の炎好きなんだよ、俺。多分みんな知らないと思うけど。柳が、劣化の炎だよって、フーコが最後に言うところな。レって調べたら予測変化、最初連絡って来たんだけど、俺仕事しすぎじゃない。劣化めっちゃ良くない。いや、課金しまーす。もうさらっと。あ、危ねえ。危ねえ。名前見えるとこだった。本名見えるとこだった。危ねえ。よし。シャギーン。オッケー。年内あと7回課金。そしたらどうなんの。オッケー。年内50万絶対いかないと思ったけど、なんか見えてきてんだけど、恐ろしいことに。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、こんばんは。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私は忘年会帰りです。よろしくお願いします。しかし睡眠リサーチが残っている。意地でも睡眠リサーチしないといけない。私は、皆さんこんばんは。もうさらっていくぞ。もう挨拶もそこそこにさらっていきたいと思います。よろしくお願いします。なあ、ピカチュウ、居酒屋で飲んだ後に、なんか人ん家に行くことになって、で、なんか5人だったんだけど、なんかいきなりみんな、なんか桃鉄しようみたいなノリになって、桃鉄って4人じゃん、1人余るじゃん、俺が余りました。帰りました。ほろ酔い買ってたんだけど、ほろ酔い買って、まあみんなでなんか、宅飲みみたいな感じにね、なって、行って、まあ友達ね、俺が余ったんで帰ってきました。でも、まあ、よかったよ。2時間半かかるじゃん、3年決戦って。3年決戦って2時間半って言われてるけど、下手したら3時間かかるから、それを考えると帰ってきてよかったなって思ってる。みんなと会えるしね。マスター15になりました。ありがとうございます。マスター15になりました。ありがとうございます。さて。じゃあまあ、睡眠リサーチするか。別に今日やることないんだよな。課金することもなければ。まあ、ただ、ほろ酔いは1本飲み切りたい。ほろ酔い1本飲み切りたいんだけど、無理かな。決して、未来として、くだらないほうへほう。くだらないほうれん草。くだらないほう、お前、うん、くだらないほうれん草なんてねえんだよ、世の中に。ほうれん草がどんだけ大事だと思ってんだ、お前。立て、お前ら、廊下に。文句文句。
うとうと。うとうとしか出ない、まじ最近。うとうとしか出ないんですけど、説教前にボルテージが冷めた。まだあと酒めっちゃ残ってんだけど。よし、さあ、いいポケモン出るんでしょうか。今日マジいいの来てほしくない。マジこの実況使えないから。しゃースミリサーチ。さあ、酒が入った状態のスミリサーチで、クソ、いい子だよ、怖い。やばいの、怖い、やばいの、怖い。あ、ガーディいいじゃん、ガーディ。ガーディ、久しぶりに取るわ。ちょっと、お前、見なかったところにする、帰れ。お前は素晴らしい。来た、カイロス。カイロス違うわ、いらないわ、俺。忘れた。カイロスいらない。カイロスマジでいらない。コナク耳押さえてる。おい耳、聞け俺の声を聞け、ふざけんな、こいつ。おいな、説教がうるさい。Z 世代だ、こいつ。こいつ Z 世代だ、マジで。くっそ、この新卒。聞かねえ、俺の説教。もういいよ、だから嫌なんだよ、会社ってのは。マジでおかしい。え？あ、お前、穏やかに寝るな。穏やかに寝ていいよ。あ、ゴブリン。で、ゴブリンね。で、これね、カラカラ。1、2、3、4、5、6匹で、あと3匹しかいない。デリバラちゃんですね。で、デリバラちゃん、俺もういい答え来てんだけど。しゃ、来た。こいついい答えだったら逆にでも困るよ。乱獲。デリバラの弟だよね。で、ガーディは欲しい。トランセルはいらない。ドクロックもいらない。あと1匹。さあ。よーし。棒立ちじゃないだろ、これは。待て！虚偽申告してます、この人。この人、虚偽申告。ちょっと取っとこう。これは棒立ちじゃないだろ。小躍りしてるだろ。ダンシングスリーピングだよ、これは。よし。ルン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 。やばい、お酒回ってきた。お酒回ってきたんだけど。ほろ酔いってウルトラ弱い。あ、取れますね、デリバード。頑張ってて。ほろ酔いってさ、クソ弱ん？みんな。で、眠いんだけど、寝ていい？寝ていい？今から。睡眠配信。よし。デリバード、これはゲットできるな。確定ゲット。雪かぶり、まあ、ぐっすり出さないと出ないか、あいつは。ジュースじゃねえよ、ほろ酔い。めっちゃ酔うよ、ほろ酔い。ゴクリンは巣に返す。お前らあんまり取るな、命を大事にしろ。あ、やべ、めっちゃゲットできる。よっしゃ。アーカイブ残りません。だから、多分全然、ボーとか言っても全然大丈夫。全然大丈夫、マジで。よし。え、スーパーサブレ腐って何？え、俺今スーパーサブレあげた？え、俺ポケサブレにしてなかった？マジ？いいよ、もう。マジかよ。もったいな。ちょっとめっちゃ落ち込んでるわ、今。でも、買ったら増えるよ。ほら。ほら。みんな買えば増える。ほら。簡単です。これぐらいで失敗なんかじゃない。失敗なんてないんだよ、人生に！デリバード。トランセル、ガーディ。てか、トランセルいらないんだけど。トランセルいらない。なんでスーパーサブレあげたの、俺。トランセル別にいらない、俺。年内にさ、スーパーサブレ分チャンネル登録、あ、わかった。スーパーサブレじゃないわ。スーパーサブレ分ぐらいのさ、年内に23万人いったら、2023年に23万人いったら覚えやすくね。トランセルからいくか。スーパーサブレマン。スーパーサブレ。いや、いじっぱり木の実エスなんですけど。ただです、皆さん、スーパーサブレ拍手。スーパーサブレただです。あと、虫柱交代。虫柱交代。まあ、もちろん30で S。ずっと S だ。みんなレベル100までずっと S、こいつ。まあ、ここじゃあ、胡蝶かなおで。で、デリバードね。さあ、ピュー！卵。いいじゃん。玉。さあ、食エムとかあったら、いいんですけど。え、ありそうじゃね？どんだけがめついんだ、お前は。どんだけがめついんだ、お前は。では、高評価チャンネル登録よろしく。じゃあ、いいと思ったら高評価よろしくします。酔い覚めてないよ。おやすみ。なんと、酔っ払いながらのリサーチで、神のトランセルを引き当てる大福。マジでなんか、運がいいですね。はい。スーパーサブレのおかげかもしれない。皆さん、おすすめです、これ。はい。しかし、次の日のリサーチはちょっと微妙ですね。ただし、夢のかけら6万ほど溜まりました。うはうはです。次の日が金曜日ですね。金曜日のリサーチご覧ください。どうぞ。オッケー。なんかいいの来いよ。頼む。むっちゃ寝顔がすごい。2番の寝顔ばっかりだ。よし。お、あ、チルッといいですね。まあでも俺チルたりせーのいるけどね、今。で、ホリピカ巻き。で、チルッとホリピカ。
なんかいいの来ないかな。お、雪かぶりちゃんですね。いいですね。あ、ライテル、いいですね。なんかどんどん見えるな。なんかすごいいいペースでいってるよ。すごいいいペースで。今4匹ね。お、あ、ホリピカ。あ、違う。デリピカだ。え、で何あいつ。あー、すごくないこの画面。すごくないなんか、この画面。めっちゃ卵とリンゴ。この画面めっちゃ卵とリンゴじゃない？そう、ニューイヤー告知来ちゃったね。ちょっと動画出す、作るわ。じゃあ、あと3匹。何が来るかな。まあ、個体チェックもあるから、ちょっとさらっていきたいね。イベントの動画も作らないといけないし。お、ニンフィアだな。え、ニンフィアだよな。あ、そうだよね。あ、一気に見えた？え、なんか、え、あ、やる気者まで来てる。てか、デリバル来すぎだろ、俺。やる気者なんかやる気なさそうなんやる気者なんかやる気なさそうな寝方してるけど、てかやべえ、デリバードで夢のかけられるよ、やばくない？じゃあ、チルッとデリバード雪なんとかでデリバードトゲキ、取りすぎだろどう考えても。おい、サブレもう10個使ったぞ俺今日。結構多分これで、あ、夢のかけら、夢のかけら7万なんだけど、俺これリサーチ XP 足されるから、夢のかけらの最高記録63000点、リサーチ XP も1万ぐらいもらってるんで、ランク50なんで、まあ7万超えですね。恐ろしい。とは言いつつ個体値はちょっと微妙だったので、はい、まあとりあえず次が土曜日ですね。土曜日のリサーチの方を楽しみに。どうぞ。しゃ、じゃあスミリサーチいきまーす。スミリサーチ。しゃ、じゃあ、うとうといくか。ぐん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 。分割睡眠してないからめっちゃ伸びそう。分割睡眠嫌いじゃないんだけど、めんどくさいんだよな、動画化が。めっちゃ YouTuber 的事情で申し訳ないけど、分割睡眠動画化めんどくさいからあんまりやりたくないっていう。どうこの理由。よし。え、錆びてる、みんな錆びてます、この子錆びてます、みんな錆びてる。みんな見て。いや、逆に最新版の iPhone、iPhone でこんな色なかった。な、iPhone こんな色なかった、ゴールド。いいですね。色違いね。今週一匹も、なんか出やすいとか言ってる割に全然来てなかったからさ。てか、でもなんか、ここの一列のポケモンなんか微妙すぎないか。みんな、ここ一列微妙すぎん。あいつアーボックだよな。いや、待って、なんか絶妙だぞ、これ。本当に17。マスター16か、お前。ちょっと待って、ちょっとえぐい。微妙すぎる。みんな微妙すぎん？さすがに渋すぎん？これ。ちょ、今日渋すぎるわ。さすがに。さすがに渋すぎる。ちょっとなんとかしろ。みんななんとかして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 。みんな。みんななんとかして。トグロね。120% なんだろうね。みんななんとかして。来い。なんか来い。すげえの来い。とんでもないの来い。とんでもないの。なんか化け物みたいなの。ちょっと、まだ出ないの？逆に。また？あ、また、ちょい、とんでもなくしょうもねー。まあこんな感じですね、今日は。今日はマジでもう不調。今日もう、コイルしか、今日不調すぎるだろ。だ今日不調すぎん？ブー、ハンマーユージロいるけどな、うち。お、いいね。てか、こいつ食材いいんだよな、コイルって基本的に。さあ。緊張。スキルアップとかでは座れてない。は？は？ SS コイルです。ありがとうございます。ハンマーユージロは木の味方だけど、こいつはこいつで強えな。うわいや、これでいい？みんな。iPhone16 シャンパンゴールド。15が最新。じゃあ16にしといてもいい。さあ、神のごとき色違いレアコイルが来た大福。めちゃくちゃ嬉しいですね。ちなみに、今ので土曜日のリサーチだったんですけども、正直日曜日と月曜日のリサーチは全然なんか、これと言ってって感じで、新ポケモン全然出ないみたいなこともあったんで、まあもう割愛しようかなと思ってます。とりあえずね、アメブーストの期間なんで、まあ目新しい子全員にアメブーストをしました。夢のかけら多分最初120万ぐらいかな。まあ結構それぐらいあったんですけども、ほぼなくなりましたね。はい、ありがとうございます。最高のイベントです。めちゃくちゃ雨の節約になりましたと。さあ、そして最後、パーティーはこんな感じですね。トド3匹に目が行くんですけども、なんだかんだこのチルタリスじゃん。木の実の数、エスモチのチルタリスさんがめっちゃ強くなってくれたんで、新フィールド、多分ドラゴン木の実来ると予想しているんで、めっちゃ活躍してくれるのを期待してます。雨ブースト、ありがとう。さあ、そして最終エナジーはこんな感じですね。マスターの18ってことで、まあ多分、玉ざらしの育成から始めたんで、もうちょっといけたかなっていうふうには思います。まあ、これで今回、氷とドラゴンめっちゃ強くなったんで、交互期待というところで、
とりあえずマスターの18最高記録です。お疲れ様です。ちなみに月曜のリサーチではね、このプレゼントを枕にする可愛いプリンちゃんが出たんで、まあぜひね、はい、慈しんでください。それではホリデー2023の1週間でした。個人的にはやっぱ日の嵐の厳選が済んだことがめちゃくちゃ嬉しかったですね。ということで来週トープに行ってきます。2023年最後のポケスリ1週間ですけども、イワークの木の実 S ダノ、ヨーギラスの木の実 S ダノが来るようにぜひ祈っといてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。厳選サイトもアップでしてめちゃくちゃすごいことになってるので、ぜひ概要欄からご覧ください。アップでもね、まあ発注とあと自分の稼働費含めるとサラリーマンの冬のボーナスぐらいくだらないかなっていうふうに思うんで、ぜひね高評価とチャンネル登録して応援していただけたら幸いです。それから本気のもん作ったんでめっちゃいい感じになってると思います。それでは皆さん、これからもポケスリ楽しんでいきましょう。おやすみ。今日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。